stepping out flat. Body hot like July. いよいよこの日が来ました。こちらにはですね、M2 Max の MacBook Pro 16インチがあります。これをですね、まあ、1、2ヶ月、まあ、使用してきて、ようやく皆さんにレビューをお届けできるということで、まあ、今日はすごくワクワクしてるんですけれども、まあ、僕のね、Mac ユーザー歴の話をすると、もう動画編集を始めた頃には、MacBook Pro の2016年のモデルかをずっと使ってて、で、そっから、こういうふうにね、M1 チップの MacBook Air だったりとか、iMac Pro、あのスペースグレーの、まあ、デザインもかっこいいので、ある作品のね、編集してる様子でもたくさん使ってきたと思うんですけれども、まあ、本当にかれこれ、いろんな Mac を使ってきまして、で、ようやく行き着いたのが、この M2 Max の、 あの MacBook Pro なんですね。で、まあ、今までそんな経緯もあって、ただですよ、僕あの、ロサンゼルスに2ヶ月間行ってて、あの時って iMac Pro 持ってけないんですよね。震えるかと思ったぐらいもう編集ができなくて、その矢先にありがとうございます Apple さん、あの Apple さんからご連絡いただきまして、まあ、あのレビューさせていただけるということで、で、まあね、動画で、ね、公開するの遅くなってしまったんですけど、その理由が、まあ、世の中にね、今この M2 Max とかのレビューって結構出てると思うんですけども、まあ、僕が唯一できるレビューっていうのは、まあ、iPhone からシネマカメラまで、いわゆる iPhone でかっこよく動画を作ってみたっていうカジュアルなコンテンツから、まあ、いわゆるプロダクション事業ですよね。映像制作事業もやってるので、ある種その制作現場とか、まあ、プロフェッショナルな領域としての、この M2 Max ってどのくらい使えるのかっていうのを、ある種その検証する期間が一定数必要だったので、まあ、今日はね、ちょっとレビュー遅くなってしまったんですけれども、まあ、実際に使ってみた感想も踏まえて、あの皆さんにね、お伝えできたらなと思っております。ちなみにですね、こちら16インチのモデルでして、僕が今回どのねスペックをお借りしたかっていうと、CPU が12コア、まあ M2 Max なので CPU12 コア、 GPU38 コア、 メモリが 96GB です。ちなみにここにある、まあ、MacBook Air M1 チップのやつはですね、まあもちろんねサイズ感全然違うんだけれども、これ 8GB です。あの本当によくこれでロサンゼルスのあのタイミングでいろんな作品をアウトプットできたなって思ってるんですけれども、そのぐらい、まあ、今使ってるものともう圧倒的なスペック差がありますよね。まああのなるし 1,2 ヶ月使ってきて、実際に編集もしました。プロダクションのあの 1.3TB ぐらいの、制作案件をですね、まあ、全部の素材ねこなしてきた上でのレビューをしたいなと思っていて、まあ、皆さんにお伝えしたのはもう5つです。もう簡潔に僕が伝えたことを5つまとめたので、それを共有できたらなと思っております。で、細かい詳細ってのは他のね YouTuber さんのね、まあ、堀口くんとか渡辺和正さんとかも、ね、素晴らしいレビュー出してるので、そっちを見ていただきたいのと、あとはねホームページでもすごくあの繊細にまとまっていますので、そちらもご覧ください。それでは Let's get started later。 それではまず1つ目、もうね1から5まで言うんだけど、これ1つ目が最も重要なんです。何かっていうと、まあ、とにかくサクサクです、はい、素材をインポートするところから、プレビューするところから、カラーグレーにするところから、書き出しから、すべてが爆速、もうビーストです。ビーストボリューム2 iMac Pro 使ったので本当にそのぐらいやばいんですよ。なんでそれをねちょっとお見せしようと思うんだけども、実際にねデモをしていきたいなと思っています。まあ、見ていただければわかるんですけれども、まあまずねやっぱなんといってもこの質感といい、やっぱね MacBook Pro だなっていう印象があるんですけれども、2016年モデルはタッチバーとかついてたんだけど、まあ、それがなくなってますよね。でこれ指紋でしっかりパスワードロックすることもできるし、ロック解除ね、はい。で16インチなんで、まあ大きいですね。でまあ、背面とかも変わらず、これ思ったんだけどね、こういう削り出しあったっけみたいな。歴代のデザインは多分なかったと思う。アップルさんもねある意味その変化してるっていうことで、まあ、そういうデザインの変化も楽しみつつね、皆さんに今日はレビューをお伝えできたらと思っております。はい。でまあ今回ねお見せするそのまあ実際にねデモする、まあ、シーケンス編集ソフトなんですけれども、僕普段ね Adobe Premiere Pro でカッティングしていて、グレーディングは別でやったりするんだけども、どの作品かで言うと、まあ、ちょうどね僕の YouTube で公開したテスラのモデル Y ですね。あれは作品作ったかつ、計9分ぐらいの動画の編集をしてます。で素材はほぼほぼ
あのブラックマジックのロー非圧縮です、ほぼ非圧縮、そしてマビック3シネのプロレスだったりとか、まあかなりパワフルなね、普段僕が作ってるようなシネマティック作品になってるので、まあそれを見つつもちゃんとこのね、この M1 チップの MacBook Air、 これも正直僕がね LA に行ってた気持ちとのこの差分を皆さんにお伝えしたいなと思っております。まあ、ぶっちゃけこれ動画クリエイターの方で M1 チップの Air で編集されてる方っていないと思うんですよ。で、僕ですらこれで作品作ってましたからね。なので厳密に言うと、まあ別にできちゃうんですけど、そこが落とし穴なんですよね。なんで仕事道具にはまあ妥協せずに皆さん PC 買ってください。はい。こっちが MacBook や M1 チップですね。M2 Max になってます。で、まあこんな感じでですね。ちなみに、プロキシ作っていません。で、両方ともフルですね。フルになってます。解像度落とさずにです。例えば、スペースをこうやって押した時の再生のタイミングとか、あと、まあエフェクトかけてると、こういう風に止まったりするんですよね。だから基本的には解像度、プレビューの解像度を下げたりとか、プロキシを作って編集しなければいけないんだけれども、こっち。フル画面。サクサクですよ。何をやってもサクサク。こっち。これなんです。これなんです。この違いがまず根本的にあるんですね。だからプレビューっていう観点だと、ブラックマジックのローでプロキシを作る必要もなく編集ができます。はい。で、これは、レッドヘリウム 8K の非圧縮。8K ですよ。30fps の編集も、基本的にカッティングっていう部分ではサクサクいけました。まあ、ただ、まあ、後でネガティブポイントをお話しするんですけども、そちらもね、しっかりと皆さん聞いていただきたいと思います。で、まあ、もうね、これシーケンス並んでるから、ある種その編集する様子みたいなものを共有したんだけれども、まあ皆さんが編集するときってまずプロジェクトを立ち上げて、まあ編集を開始していくと思うんですけれども、そのフローをちょっとやっていこうと思っています。で、僕がまずびっくりしたのは、ここのプロジェクトに素材をインポートしますよね。で、インポートするのも超早いんだけど、これ、あえて、今回のこのテスラの素材じゃないものをインポートしてみようかなと思ってます。それが先ほどお伝えした、1.3TB もの素材を入れたいと思います。はい。これがですね、一応 1.3TB あるんですよ。1.3TB って基本的に YouTube 制作してる方だと絶対ないし、まあ制作、いわゆるコマーシャル撮影だったら、まあザラにある数時間ですよね。これをじゃあ入れていきたいと思います。本来だったらこれをインポートしたら絶対止まっちゃうんだけれども、いきます。ドン。はい。1.3TB がこの速度でのファイルのインポート、サポートされてないファイルは無視して入りました。この速さです。 1.3TB もの素材が一瞬でプロジェクトにインポートされるんですね。まずそのぐらいパワフルです。多分このね MacBook Air でやったら一瞬で PC が落ちます。そのぐらいパワフルです、この M2 Max ってのは。で、これをですね、まあ、あの素材はちょっと見せれないのでテスラの素材でやるんだけれども、これは 250GB ぐらいの素材を今までねインポートするには、基本的にブラックマジックの素材で、ブラックマジックでもちょっと怖いぐらい移行するのは、こうやってシーケンスに移動させるのはね、けどこのね M2 Max だと何ができるかっていうと、一発でじゃんシーケンスになります。そしてマビックのプロレスからブラックマジックの編集まで一瞬でできちゃいます。はい。ではね、このモデル Y の書き出し、動画がね、8分30秒あるんですよ。これ全部ブラックマジックのロールで撮ってます。なので、まあ、動画クリエイターさんだったら結構、まあ、よく見る書き出しの設定なのかなと思っていて、これをちょっとじゃあ、書き出していきますね。両方とも。はい。これじゃあ、速度もお互い測るんで、一旦じゃあ、書き出しスタートして、もうほら、書き出しもさせてくれないぐらいですね。エアだと。もうローリングしてる。これをじゃあ同じ設定で書き出した時に、どのぐらいまず M2 Max が速いかっていうことと、まあ M1 との比較っていうのも含めてやっていきたいなと思っております。いきます。3、2、1、GO! もうすでにですね。
2% ですよ。まだ 2% なのに対して半分いってます。やばいよこれ。 A few moments later、 ドゥン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 、終わりました。はい、時間はちょっとこちらにうまく出しておいてください。で、M2 Max の書き出しはもう終わったのに対して、ちなみにね、M1 チップ何パーセント進んでると思いますか？はい、3% です。 3% しかまだ進んでません。見てください。はい、なんでちょっとこのね、収録時間中に書き出し時間測れないと思うんで、ちょっと MacBook Air は端に置いとくんですけれども、まあそのぐらい差があるんですよ。で、僕これを LA の時やってましたからね、仕事を。もうね、本当に終わってますよね。ごめんなさい。はい。まあね、この M2 Max の編集の威力、まあここがメインテーマなんですけれども、そこはお見せしたかなと思っております。で、あとね、4つ残ってますよね、僕の、まあ、ある種その伝えたいことの、まあ2つ目はですね、SD が直挿しできるんですね。はい。もうこれはですね、正直、プチ嬉しいんだけど最高に嬉しいっていうある種機能搭載だなと思っていて、まあアップルさんで言うと適切な引き算をねするっていう、まあ、コンセプトを持ってるので、基本的にこう SD とかの、まあ、インポートする、直接インポートするものってなかったんですけど、まあ、そこが本当にさすがで、やっぱこの M2 Max のこのスペックを買う人ってのはクリエイターさんが多いですよね。ってなった時に、今まである種その引き算されてね、タイプ C がついていたんだけども、 SD を入れるためにはコードをぶっ刺さなければいけない、まあ引き算ゆえの足し算がされちゃってたんですよ。けどこういうふうに、まあ本当にデザインからその SD のね、まあ直接させるっていう機能が搭載されてるっていうことで、まあコードをね持ち歩くっていうことがなくなりましたよね。SD っていう感じだとね、もちろんレッドとかブラックマジックだと別のコードが必要なんだけど、まあこれがね YouTube の制作っていう観点ではかなりシームレスだったので、この魅力が皆さんに2つ目としてお伝えしたいなと思っています。次に3つ目、ハードディスクですね。このね MacBook Air 500GB なんですよ。で、一方でこの MacBook Pro M2 Max はですね 4TB 搭載されてるんですね。で、これは M2 Max だからっていう話ではないんですけれども、ちょっと持論をお伝えしますと、 500GB っていう PC のストレージを下げて持っていると、 SSD っていうこの外部での、メモリ、はい、こういうふうにね外部でのメモリを持たなければいけないと。っていうのも全然ねコスパ的にはいいかもしれないんだけれども、リスクっていうことを考えた時にね、まあ制作プロダクションとか特にこのデータ管理ってもう正直命ぐらい大事なものですよね。っていうのが、これ外部接続だとなくしてしまう確率が高くなるんですよ、この内部ストレージに比べてね。で、MacBook ってもちろんね、パクられる可能性とかあるんだけれども、言うても内部に入ってるし、この MacBook を探せみたいな形で追跡もできるので、明らかに僕の今の価値観的には、内部ストレージを多く保っといた方が、結果的にいいんじゃないかって思ってきてます。今まではね、SSD とか、もう外部のハードディスクでガンガン、まあ、ストレージ作ってたんですけれども、今は内部でしっかりと持っとくっていうのが、まあ、編集の速度も速くなるし、効率的でリスク回避もできるんじゃないかなっていう意味で、3つ目はね、内部ハードディスクを多く見積もりましょうっていう話ですね。次に、4つ目。これはですね、バッテリーの持ち時間ですね。はい、まあもちろん iMac とか自分の家で編集してる時っていうのは常にね、電源が接続されてるので、そういった危機感ないんですけれども、まあ外でね、作業したりとか、編集したりとかっていう時に、MacBook Air とかだと、正直ね、電源ポートがあるカフェっていうものがマストになってくるんですよ。けど M2 Max って最大22時間ものバッテリーが持つんですね。なので1日普通に使ってたらバッテリーがなくなるってことがないっていうことが僕は衝撃だったんですね。なので、まあ、カフェの選び方すらも変えてしまうこのバッテリーの持ち時間っていうのは、まあ、編集するっていう観点でもね、もちろん負荷をかけるわけじゃないですか、他のね作業に比べると。それでも、まあ、外でね1日使っていても何も問題ないぐらいのバッテリーの持ち時間ってことは、まあ、4つ目に皆さんにお伝えしたいなと思っています。これは正直僕的には革命的です。で、あえてここでネガティブポイントを
4と5の間にお伝えしておこうかなと思っていて、やっぱりね、今めっちゃ褒めちぎっているし、実際この製品はマジでいいなと思ったので動画撮ってるんですけれども、ネガティブで言うとやっぱり16インチなんで、まあ、重い、かなり重いです。かなり重い、かなり重い、そこは大きいですし、まあ、あとね、先ほど、まあ、ローガンガンいけるってお伝えしたんですけれども、さすがにレッドヘリウム 8K ほどの、まあ、あのデータ量にカラーグレーディングとかエフェクトを乗せて解像度をフルで編集するっていうのは難しかったです。なので解像度を2分の1とか4分の1に落とすとプロ機種を作る必要はなかったと。なので、まあ、もちろんね、このノートパソコン、持ち運び用のノートパソコンでさえさすがにレッドヘリウム 8K とか、まあ、ありとかね、業務機クラスのローをプロ機種なしとか解像度下げずにやるってのは難易度が高い印象がありました。まあ、ここ2つがネガティブポイントでした。はい、で最後にね、5つ目。これ最後お伝えしてもう動画締めたいなと思っております。5つ目。値段は見るな。このね、動画をご覧の皆さんっていうのは、やっぱりね、自分の将来に向けて目標をね、達成する方だと思うので、仕事に対する妥協はせずにいきましょう。You're a star. Don't touch your baby when I'm walking the streets. I know you're feeling the heat.